屋市は昨日死亡した80代の男性がその後の検査で新型コロナウイルスに感染していたことを明らかにしました。80代の男性は昨日医療機関に救急搬送され死亡しましたが、この男性がすでに公表されている感染者との接触があったことから検査を行ったところ陽性反応が出たということです。男性が新型コロナウイルスにより死亡したかどうかは分かっていません。また今日は新たに兵庫県で50代女性の1人、北海道で60代男性、70代女性、70代男性の3人、高知県で50代男性、60代女性の2人の合わせて6人の感染が確認されました。